ヨアン・グリフィズは、ウェールズ出身の俳優。南ウェールズのスルイド・コイドという村で教師をしていた、両親の息子として生まれ、幼少期にカーディフに移った。ウェールズ語の名前、ヨアンは、英語名のジョンに相当し、グリフィズは、英語風に変化した、グリフィスに相当する。グリフィズは、ウェールズ語の母語話者である。弟と妹がいる。 2016年12月21日放送の BBC の番組にてエドワード一世の直系の子孫であることが判明した。13歳からウェールズ後のソープオペラポボルアクムに出演した。1992年から1995年までロンドンの王立演劇学校で学び、1996年のテレビ映画ポルダルクで本格的に俳優デビューした。 1998年放送のテレビドラマ、ホーンブロワー界の勇者の主人公、ホレイショホーンブロワーを演じたことから、イギリス国内で人気となった。映画デビュー作は、1997年公開の、オスカー・ワイルド。2004年公開の、キング・アーサーでのランスロット役。翌2005年公開の、ファンタスティック・フォー、超能力ユニットでのリード・リチャーズ役で、 世界的に知られるようになった。2014から5年に、a b c で放映された TB ドラマ、フォーエバー国福大ドクター・モーガンの NY 事件簿初放映2015年では、主人公ヘンリー・モーガンを演じている。同じく、ウェールズ出身の俳優マシューリストは、長年の親友で、2003年まで10年間同居していた。2007年9月14日、 女優のアリス・エヴァンスとメキシコで挙式した。2009年9月6日に、長女、2013年9月13日に次女が誕生している。ありがとうございます。